4月のルックブック始まります。はい、ちょっと声が枯れていて聞きづらいかもしれないんですが、4月1日のコーデです。春らしくグレーのニットとボトムス合わせにしてみました。髪の目はシーンのもので簡単にアレンジしてる感じに止めるだけでなるのでお気に入りです。はい、春ニットって可愛いよね。さあ、4月2日は春ディズニーコーデということで、お気に入りのトップスを着ています。ワンショル、ちょっとね、肩がちらっと見えて暖かくなってきたこの時期ね、1枚でこれ着たい。そしてメガネとかサングラスをかけて、でショルダーバッグでディズニー行きたいと思います。続いてはディズニーランドコーデでございます。このバーバリーはアウトレットでゲットしました。そしてピアスはステラハリウッド、これねめっちゃお気に入りなの。ミオちゃんのリングとお揃いで、韓国でゲットしたマルティにユニクロのパンツを合わせてます。このユニクロのパンツはもう4色買いするほどお気に入りなので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてこの日はちょっと肌寒かった日の春コーデです。全身ホワイトっぽいコーデにしてみました。全身白なんですけど、ちょっとかっちりしすぎないようにフォアブーツを合わせてみました。カリュネのねフレアスカートが結構お気に入りで重宝してます。これ形がねめっちゃ綺麗で、丈感とかもねすごい好きなの。さあ、4月5日は打ち合わせコーデということで、青いシャツワンピースを着ています。ちょっと寒いかなと思ったので肩掛けにトレーナー羽織ってます。カバンはマルニ、これはもうねずっと使ってるものでお気に入りなので、皆さんもぜひチェックしてみてください。で、このシャツワンピースね、切り返しでフレアに広がるので、それもまた可愛くて、濃い青みなのも推しです。続いてはこちらのザラのヒールを合わせていきます。まだ桜咲いてるのかな、なんか目黒川とかにお花見ついでにちょっとお散歩とか行きたいなと思ってます。このヘアアクセも韓国で買いました。バッグと靴、そしてトップスもザラです。この形が綺麗なデニムはルーニー、めちゃくちゃお気に入り。はい、この日はザラコーデです。全身ザラで合わせてみました。バッグからシューズまで。このトップスさ、可愛くない？デザイン性、なんか今年アシンメトリーが流行ってるから一個欲しいなと思ってたんですけど、可愛いよね。トレンチもね可愛かった。この形結構さらって羽織れるから、春はやっぱトレンチコートを着たいですよね。続いて4月8日はおしゃランコーデということで、なんかザ春っていう感じのコーデになってます。トップスはこれザラのブラウスなんですけど、かなりシースルーだから中のインナーは気をつけてください。で、ディオールの春色のリップを塗っておしゃれにランチしていきたいと思います。続いて妹と代官山でランチということで、ちょっと大人っぽい感じにしてみました。こちらのジャケットも韓国ですね。韓国購入品ぜひ見てみてください。はい、この日はトップスを赤にしてみました。そして髪の毛はまとめ髪。このさ、ピヌエのさ赤のトップス可愛すぎない？私みたいにこうやってチャックを全部閉めて着ても可愛いですし、チャック下まで開くので、あのカーディガンとしても使えるのでめちゃ好き。可愛いよね、お気に入りなの。いろんな使い方ができるトップスかなと思います。
さあ4月11日は彼とカジュアルフレンチディナーへ行きます。なんかねこれね結構可愛い色味だし形も綺麗なんですけど GU のニットのワンピースです。それにジャケットを羽織ってみました。紺色のなんだかバラを持つとすごい彼からもらったのかなみたいな感じになりますね。いいですね。少し大人っぽく決めてみました。続いてはみおちゃんとお花見です。ちょっと2人とも春っぽいコーデでございます。お花見なのでスニーカーで、このワンピースはね、田久保かりんちゃんがプロデュースしているピヌエというブランドのものです。もう春らしいカラーがめちゃくちゃ可愛いよね。最近ね私イエローにハマってるんです。毎月違う色にハマってる気がする。ルックブックで多分そろそろピンクが来るかなと思ってます。はい、私は花柄のスカートを履いてみました。そして花柄で結構可愛い目だったので黒で他はまとめて大人っぽくしてみました。このトゥーフェイスのリップ可愛い。唇がプルプルになります。全体的にモノトーンコーデで大人っぽく仕上げてみました。4月14日は全身ザラでお花見コーデ。さあ私の大好きなボーダーのトップスです。全てにおいて私のタイプでした。でパンツにね桜色を入れてみました。どうでしょうか。なんかお花持つと一気に春だね。いいね。それにトレンチコート手に持ってるものもザラのものでスニーカーもザラのもので本当に全身ザラでした。続いてゴロ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 ってみんなスーツケース引いてるんですけど3人で沖縄旅行です。おんもって感じでたくさん荷物を入れております。 Let's go to 沖縄。はい、私のコーデはもう飛行機楽ちんコーデです。もうね飛行機といえばねこういうもうスラックスにスニーカー、そしてゆるめのトップスで、このショルダーバッグは本当に使いやすいので沖縄には持ってこうと思います。そしてスニーカーはニューバランス、スーツケースはリモアです。これいつもルックブックに持ってきてます。はい、私は飛行機に乗るので楽ちんのワンピーススタイルにしてみました。この帽子はねハワイで買ったものです。やっぱさキャップとかで合わせるときれいめなワンピースも着やすくなるよね。ちょっとスリットとか入ってて大人っぽい感じなんですけど、ちょっと私はカジュアルで合わせて旅行コーデにしてみました。そしてキャリーはお気に入りのリモアのものです。ハンドルオレンジにしたの。はい、沖縄に行きます。飛行機に乗りますということでパンツは全くストレスのないものを選びました。でトップスはこれザラのものなんですけれども、シアートップスだね。すごく透け感のある、でも黒なんだけど重たくない、すごい可愛いトップスでした。花柄の刺繍になってたかな。すごい好みのショート丈のトップスでした。で下はジョガーパンツを合わせてます。自由です。行ってきます。ねそれ。はい、この日は大人っぽいアニアースのネイビーのワンピにしてみました。春にさトレンチ締めて結構カッチリ着たりするのも私好きなんですよね。今日はワンピースの上に着てるんですけど、デニムとか中に履いてもなんか好きなコーデ。バッグも可愛いよね、お気に入り。襟立てても可愛いし、結構いろんな使い方ができるのでトレンチは1枚持ってるとすごい重宝するかなって思います。アニアースのワンピースはね結構上はフィット感がある感じなんですけど、ゴブ丈なのですごい細く見えるかなと思います。そしてちょっとアクセサリーをジャラジャラとつけてみました。お仕事とか OL さんでも使える可愛いワンピースです。
ブンブン八甲で、すいませんテーマふざけました。ただまあ黄色と黒っていうことだけなんですけど、いかがでしょうか。結構ねお気に入りです、このコーデ。ワンピースが GU のものなんですけど、楽ちんかつ可愛くてお気に入りで、それにブーツを合わせました。カバンはゆりなさんのバーバリのもの。高めにポニーテールをしてちょっとフレッシュな感じにしてみました。さて続いて、新生活始まりまして、そろそろいろいろお買い物しなきゃいけないですよねということで、ちょっと一人でお買い物。ボンジョーヨのクッションファンデにボビーブラウンのリップを塗ってます。この春リップね、結構ピンクリップで可愛いんですよ。待って、ストッキングがめっちゃダサいです、ごめんなさい。見えてなかった。ちょっとこれはコーディネートに入れないでくださいね。ワンピースピヌエで可愛いのに。はい、この日はめちゃくちゃお気に入りのコーデ、ワンピースに見えるんですけど、これ上と下別々のセットアップになってます。で、上にデニムを羽織ってみました。デニムはアペセのものです。これもお気に入り。ブラウンのサートップスとかデニムにメガネって私結構好きなコーデなんですよね。これはね、この春お気に入りの一押しコーデです。続いてプチプラコーデ、なんか初心に帰ったかのようなテーマなんですが、トップスとボトムスが、これ GU ですね、かわいい。このデニムね、形すごく綺麗だからぜひみんなチェックしてみて。でストライプ柄のシャツもお気に入りで、アクセサリーも最近よくつけてるものたちですね。ティファニーと、あ、ネックレス、指輪、ブレスレットがティファニーで、左手についてたやつ、あ、右手か、わかんない、それは母のお下がりです。はい、続いてはいとこの誕生日ディナーのコーデです。4月18日がいとこの誕生日なので、ちょっと妹も呼んでね、3人でお祝いしようかななんて思っております。アクセサリーは小指のがジュエッテで、人差し指が韓国で買いました。え、待って、このさ、ザラのバッグめっちゃ可愛くないですか。はい、この日はナチュラルビューティーベーシックの白ワンピにしてみました。清楚なワンピ、やっぱさ、白ワンピは1枚あるとお上品になるから、ディナーとかデートにぴったりだよね。この切り返しとかウエストマークがウェーブさんにぴったりで、本当に可愛いなっていうワンピースです。春っぽいね、このコーデ。さあ、この日はライブ行くコーデということで、私の大好きなショート丈トップスにハイウエストのストレートパンツを履いてます。このトップスはインスタグラムで見つけてもう即買いしたものなんですけど、ボーダー可愛いよね、いろいろな色のボーダーになってます。でスニーカー合わせでたくさん飛んでライブ楽しみます。続いてコストコで爆買いコーデです。もうやる気満々爆買いコーデ。パルチュル MM のトレーナーにちょっと本気のお団子モード、本気モードのお団子かコストコで爆買いするぞ。はい、続いてこの日はピンクのシャツを合わせてみました。今季流行りのシースルーシャツ、結構ねお尻まで隠れるから可愛いんだよね。ワンピースはスリットが入ってる、ちょっとエチエチなワンピース。キャミワンピとかオンリーで着ちゃうとさ、結構肌見せすごいけど、こういうシースルーのシャツとかカーディガン合わせるとキャミワンピもすごい女
女性らしいけど可愛く着られて、私は好きな合わせですね。さあ、この日はのんびりカフェ活コーデということで、私の大好きなマイシュガーベイブのスウェットと花柄の春らしいスカートを合わせました。やっぱね、これぐらいストレッチの効いたスカートはいいよね。で、花柄だから変に崩れすぎず、綺麗めカジュアル、いやカジュアルコーデだな。でも可愛くて好きです、こういう楽ちんなコーデ。続いて、家族でちょっといいディナーに行ってこようかななんて思ってます。ランデブーのワンピースは 40% オフで購入しました。あー、いい香り。何のお祝いかは分かりませんが、花束を持ってみました。なんかフォーマルな格好に花束を持つとやっぱしっくりくるよね。このワンピース形綺麗、首元がガバッと開いてるのでストレートさんおすすめです。ではまた来月お会いしましょう。バイバーイ。